はようございます。ティアラガールの内藤沙織です。学習院大学3年です。今日の空は青く雲一つなく晴れています。とっても気持ちがいいです。4月になって新学期が始まる方も多いと思います。そこであるのが健康診断。私は明日健康診断に行ってきます。そこで今日は私が健康について普段心がけていることを紹介したいと思います。それはじゃん、毎朝野菜ジュースを飲むことです。野菜には普段不足しがちなビタミン C やカロテン、カルシウムなどが含まれていて、一気にジュースではそれを摂取することができるんで、とてもいいです。皆さんは普段健康について心がけていることは何かありますか？もしよかったらこの野菜ジュース試してみてください。特に私はこのカゴメの野菜生活が好きなので、とっても美味しくて、それでフルーツも 50% ずつ含まれているので甘くて美味しいです。それでは今日も一日頑張りましょう。バイバイ。